はい、どうもこんにちは。今日は微分積分を使った2回目の演習授業になってくるんですけども、等加速度運動を扱っていきましょう。微分積分を使うとね、物理の理解が本当に深まりますからね、ぜひ最後まで聞いてほしいなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあそれではまず等加速度運動を今回扱っていっているので、加速度がコンスタント一定の場合で考えていきましょう。なので A は定数です。じゃあ前回やりましたね、加速度っていうのは単位時間あたりの速度の変化のことを表してましたよね。なのでデルタ t 分のデルタ v でかけたんです。でデルタ t 分のデルタ v っていうのは微分ですよと、 t v を t で微分したのと一緒ですよということだったんですね。なので v の t 微分が a ですよと。じゃあこの両辺を t で積分していきましょう。 t で積分してあげると、まず左辺ですね、まあこれ前回も言いましたけど、分母分子の dt が消えて v 積分になりますよと。なのでここに定数1があるんですよね。なので1の V 積分でだから V ですよって考えてあげてもいいですし、 V を T で微分したものを T で積分したら元通りになるよね、だから V だよねって考えてくれてもいいです。はい、じゃあ右辺見ていきましょう。右辺は定数の A ですから、 T で積分してあげると AT ですね。あとは積分定数がついてます。でこういった積分とかを使っていくときによくよく出てくるのが、この初期条件と呼ばれるものです。初期条件っていうのはもう何かというと、本当にもう言葉そのまんまです。時刻0秒最初の条件ですよと。じゃあ時刻0秒で今勝手に与えましたよ。いきなり出てきたんですけども、僕が勝手に与えました。時刻0秒で速さが V0 だとしましょうと。じゃあ代入するだけですね。時刻0秒でここが0ですね。 V の値が V0 ですね。なので V0 と C が等しくなってる、積分定数が分かりましたよと。はい、なので V イコール V0 プラス AT、 等加速度運動の参考式の一つがこれで出てきたということになるんですね。はい、ではこちら側行きましょう。じゃあ同じく速度 V が出てきたんだけども、じゃあ速度 V っていうのはデルタ t 分のデルタ x でかけたんですね。単位時間あたりの変異っていうのが速度でした。でデルタ t 分のデルタ x っていうのは結局は x を t で微分したものに等しかったと。じゃあ両辺 t で積分してあげましょうと。これは x を t で微分したものを t で積分していますから x に戻りますよねと。 v0 たす at、 v0 また定数ですか、さっきと一緒ですよね。 v0t、 t で積分すると v0t ですよと。一方 at は t が入っていますから t で積分してあげると2分の 1t の2乗ですね。なのでもともと a がありますから2分の 1at の2乗です。はい、また積分定数忘れないようにしておきましょう。じゃあ積分定数が出てきたら初期条件を考えてあげましょうということでしたね。はい、じゃあ初期条件ですね。勝手に僕がこの設定をしました。時刻0秒で x が x0 だったとしましょうと。じゃあ代入していくだけですね。時刻0秒で t が0ですか、代入してあげると第1項第2項が0ですね。 x の値が x0、 そして c の値がわからないけども c と x0 がこれで等しくなるということがわかりました。はい、なので x0 ここにあったんですけど、左辺に移行してあげると x-x0 という形ですね。これがいわゆる位置の変化を表してますから、これを変異って言ってるんですよね。はい、よろしいでしょうか。まあ変異 S ですから、まあデルタ X と表してくれてもいいですし、僕はあの S を使って表してます。はい、なのでまあ僕のね、授業の中では S イコールっていう関係式をね、よく表現として書いていますけど、まあ変異のことだと思ってください。はい、じゃああとね、等加速度運動の参考式で3つ目がありましたね。 V の2乗引く V0 2乗イコール 2S っていう式があったと思うんですけど、あれはどうするかっていうと、 t が入ってないですから、こっちの式ですね、こっちの式から t イコールの形を作ってあげて、ここに代入してあげると3つ目の式っていうのが出てきます。なので t を消しただけなので、基本的に式的な意味っていうのはないんですよね。なので式的に意味があるのは v を求めるための式、変異 s を求めるための式ってことで、この2つだけが式の意味があって、3つ目ってのは式的な意味がないです。なので別に覚えてなくてもいいんだけども、計算が便利になる時とかありますかね。時間が分かってない時とか計算楽になりますから、その時はね、あの3つ目の式使ってくれたらいいかなと思います。ただ式的に意味はないです。はい、それでは等加速度運動と、まあ、微積はちょっと今回は出てこないですけども、ベクトルとの関係というのを見ていきたいと思います。よくね、物理を最初にやった時に、これはベクトル量ですよと、これはスカラー量ですよとかいうことをやったんですけど、いや一体どこでベクトル使ってたんだっていう話になってくるんですよね。実はまあ知らず知らずのうちにベクトルは使ってたんですけど、今回ちょっとその話をしようと思います。まあ、斜方投射の問題ですね。斜方投射の問題で、まあ、X 軸 Y 軸を水平鉛直方向に決めたとしましょうと。
で、これ初速度 V で放り投げて、今 X と Y の位置にいたとしましょうと。で、これをベクトルで考えることができるんですよね。例えば原点を1ベクトルの始点としてあげると、ここまで来ましたよって、これ1ベクトルで表すことができるんですよね。で、もっと言うと、この初速度ベクトルっていうのもこんな感じでですね、ベクトルで、もうそもそもベクトルで表されてますよね。で、ちょっとこの初速度を表すために、これ V じゃなくて V0 としておきますね。で、高校2年生かな、高校2年生でベクトルとか習うと思うんですけど、数学 B だったかな、で習った時にですね、ベクトルの成分分解っていうのを習ったはずです。もしかしたら横に書いてるかもしれませんが、まあ僕は縦に書いていきます。なので、このベクトル、1ベクトルを表す X 座標が X、Y 座標が Y としてあげると、こういうふうに成分表示することができるんですよね。はい、なので、これが XY っていうのが、これが1ベクトルです。はい、それに対して V コサインシータ、V サインシータっていうのが、この初速度ベクトルですね。初速度ベクトルの X 成分、Y 成分になってますから、これが初速度ベクトルになっています。はい、ラストここ見ていきましょう。この 0-g っていうのは、これちょっと慣れないかもしれませんが、加速度が下向きに g なんですよね。なので加速度の x 成分は0で、加速度の y 成分は y 軸と反対向きだから -g ってなってるんですね。だからこの 0-g っていうのは加速度のベクトル、a ベクトルになってるんですね。では行けましたかね。距離変異を求める式っていうのが v0t たす2分の 1at の2乗で、x 方向は x 方向、y 方向は y 方向に分けて考えてやったんですけども、結局なんで分けてやってるかというと、ベクトルだからね。ベクトルだから成分表示してあげたら、あ、x 方向だけでできてるなと、y 成分だけでできてるなっていうのが式で完成してくるんですよね。いいですかね。なので、x 方向は x 方向、y 方向は y 方向で分けてたのは、ベクトルの成分表示を習ってないから書けなかっただけであって、まあ、ベクトルを習ってしまえばね、こうやって成分表示で書くことができますから、まあ、簡単にね、こうやって表すことができるんです。まあ、こうやってね、ベクトルってことが分かってしまえば、例えばですけど、円運動の加速度っていうのをベクトル使ってね、簡単にすぐ証明できちゃうので、まあ、便利なのでね、使えるようにはしていてほしいなと。まあ、便利だけじゃなくてね、これで原理が分かりますよね。なんで X 方向、Y 方向、垂直の2方向に分けたんだってことはね、ベクトルなんだからってことで理解ができるはずです。で、ベクトルってことを考えたときにですね、別に X 軸、Y 軸じゃなくてもいいんですよね。垂直な2方向であれば何だっていいわけですから、例えばですよ。例えば、X 軸、Y 軸じゃなくても、こういう2方向でもいいんですね。垂直な2方向であれば、どんな2方向でもいいんですよと、垂直だけが条件です。だからこういう X 軸、Y 軸を自分で設定してしまってもいいんですね。なので、今日のプリントね、概要欄にも貼ってますし、まあ問題も載せていますから分かってると思うんですけど、まあこういう問題ですね。水平面から一点斜面台に行った時に、まあぶつかった時に、もちろん今までだったら水平、鉛直で分けたんだけども、こういう2方向ですね。斜面に沿った方向と斜面に垂直な方向に分けて、成分分解して考えてあげてもいいということなんですね。じゃあやっていきましょう。はい、では問題やっていきましょう。問題はここから飛び出してですね、斜面にぶつかった時のこの X 座標ですね、斜面上を進んだ距離を求めていきましょうということですね。なのでこの X 軸方向、Y 方向に分けてます。なので全て分けていかなきゃいけないですね。ここに入ってくるのは初速度ベクトルでしたから、この X 軸、Y 軸に初速度を分解しないといけません。もう書いてないですけどね、 X 成分が V コサインシータ、 Y 成分が V サインシータで、共に X 軸、Y 軸と同じ向きになってますからプラスです。これ初速度を XY 方向に分解しました。これもみんなできるんじゃないでしょうか。で、慣れてないのがこの加速度 G の方ですね。加速度 G も X 軸、Y 軸に分解しなきゃいけないですからね。はい、分解してあげると同じ角になっているのがシータ、ここと等しくなっていまして、分解して Y 成分が G コサインシータ、X 成分が G サインシータ。ただし Y 成分は Y 軸と反対向きなので、マイナス G コサインシータですね。なので、ここちょっとちっちゃいですけども、X 成分が G サインシータ、Y 成分がマイナス G コサインシータです。もちろん、これ代入しているのは S イコールの式ですね。進んだ距離を求めていきたいので。はい、じゃあまとめてあげると、こんな形になってます。じゃあ、ここに来た時っていうのは、ちょうど Y の値がどんどん増えていったんだけども、結局ここで減っていて、また0になってるんですね。0になっていますから、Y が0より、そこから時間 T がすぐに計算できますよと。じゃあ求めた時間 t をここですね、x の値に代入してあげると、もちろん求めた x っていうのが出てきます。ちょっとね、計算大変なんですけども、ちょっと一回ね、自分で必ずやってみてください。じゃあここで x が出てきますよということでした。じゃあこの問題をですね、x 軸じゃなくて水平方向、鉛直方向でできないんですかって言うと、もちろんできますよ。当たり前です。水平方向に飛んだ距離と鉛直方向に
落下した距離っていうんですかね、それがちょうどここはθですから、水平方向鉛直方向でタンジェントの関係になってますからね。なので X 方向の水平方向の飛距離、鉛直方向の飛距離がタンジェントの関係にあることから関係式を出してあげて、水平飛距離と鉛直飛距離を三平方の定理から出してあげてもいいですし、求めたい距離と水平飛距離がコサインの関係にあることからこの距離を求めてあげてもいいですし、どっちでもいいです。まあ、どっちが早いかっていうと、おそらく水平鉛直でやった方が早いと思います。こっちはちょっと計算が大変ですからね。じゃあなんで計算が大変なのに紹介したんだっていう話なんですけども、大体の入試問題でですね、ここで終わる問題ってないんですよね。こっから跳ね上がっていくんですよね。もう問題解くまではいかないですけど、跳ね上がっていくことを考えてあげると、跳ね返りの式を立てていかなきゃいけないんですね。じゃあ跳ね返りの式を立てていくときには、この床にぶつかってるわけですから、この床に対して垂直な速さが分からないといけないんですね。なので分からないといけない速度成分はこの方向なんです。じゃあこの方向っていうのは、今設定している X 軸 Y 軸の Y ですよね。なので時間が分かったら、これを V イコール V0 プラス AT に直してあげたいですね。 V コサインシータ、まあ T はなくて、足す G サインシータ T が X 成分ですね。速度の Y 成分は V サインシータ T は消えて、2分の1も消えて、マイナス G コサインシータ T が速度の Y 成分ですね。その時間 T にこれを代入してあげると、衝突直前の斜面に対して垂直な速度成分が分かるから、それを言い倍してあげると、ぶつかった直後の Y 成分が出てきますよということなんですね。もし滑らかであれば速度の X 成分は変わらないですかね。 Y 成分だけが言い倍になって、また跳ね上がっていきますよということなんですよね。これを水平鉛直でやるとするとめちゃくちゃ難しいですよね。水平鉛直で分けて考えた場合には、速度の水平成分と鉛直成分しか分からないです。じゃあ速度の水平成分をこの Y 軸方向に分解したらいいやないかと思うかもしれませんが、もう一つですね、速度の鉛直成分もこの Y 成分持ってますからね。この2つを分解して、その和で考えていかないと、斜面に対して垂直な速度成分っていうのは出てこないんですよね。かなり複雑ですよね。なのでそれならば、こういう軸設定を最初からしておけばいいよねというところなんですね。でもう一つですね、跳ね上がってもう一回ぶつかった時の時間を計算する時なんですけども、この時も例えばこの最高点見てくださいね。こっから Y 軸の最高点から最高点からまた Y が0に行くまでは、これ運動の対称性がありますからね。なので Y 成分の速度が0になる時間っていうのは計算しやすいですよね。それを2倍してあげたら、またぶつかる時の時間っていうのはすぐに出せますからね。まあこれと同じような形になってくるんですけどね。なのでそうやって簡単に解くことができるので、こういういろんな方向に自由に分解できることが大事です。でその大前提としてベクトルで考えることですね。 X 成分 Y 成分で考えるから、垂直な2方向であれば何でも OK なんですよということですよね。でこれらのことがしっかり分かって理解できたら、いろんなことにね応用できると思いますし、理屈が分かればね、記憶にもしっかり残ってくると思いますから、役立つかなと思います。はい、では今日の授業はこれでおしまいです。微分積分、そしてベクトルを使ってやっていきました。だんだん難しくなっていますが、これらを使うことによって物理の理解っていうのは本当に深まってね、いろんなことが理解できると、いろんなことがしっかり定着していきますからね。ちょっと難しくなってきていますが、これからもね、どんどん微分積分使ってやっていきたいと思いますので、これからも視聴よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。